When someone accidentally threw away the school play costumes, oh no. Replacements were shipped with FedEx, and with picture proof of delivery, everyone could focus on the perfect opening night. FedEx where now meets next for residential delivery only WBC. あ別にね、<laughs> そこまではいけないんですけれどもね、えー、どっちかというと、の今のエゴンシーレの方の<あ>話をしたいぐらいやったりして。ああ<ー>、<laughs> そうですか <laughs>、えー。いや、あの、私、あの、絵画とスポーツっていうので連載したこともありまして、失礼しました。えー、で、面白いのはね、ダリダリなんかがね、野球の絵描いたりしてるんですよ。 まあまあまあそれは横に,に置いておいてまた別の機会に聞かせてください <laughs> えー、あの、えー、栗山監督すごくも評価されていて、はい、素晴らしいんですが別に水を差すわけではないんですがそれにちょっと苦言を呈したいと思いましてとういうのはこれどうなんでしょうねもし優勝できてなくても、うん、栗山監督評価されますでしょうかね いやまあでもそれは優勝したからこそっていうところも。っていうのはありますよね、じゃないですか、ね、そこがつらいですよね、栗山さんのやり方、やっぱり素晴らしかったんですよね。うもう、あの監督がこれまでは前に出てね、引っ張って引っ張って、栗山ジャパンとかっていうふうに言われるようなのが、選手中心になりましたでしょ。うん、そうですねやっぱりこれ、このやり方っていうのは、絶対にあのなんていうのかな、あの 日本のスポーツ界に、ええ、あのいい影響を与えてほしいんですよ。<ー>でそ、そのためには優勝したことは確かに素晴らしいんですけれども、ええ、たとえ優勝してなくっても、このやり方は評価されるべきですよね。だからまあ、そこのところで見,あの見間違えないようにしたいなと思うんですけどね。うんええ、でももう一つ、この WBC のことで考えておきたいなと思うのは、はいいや やっぱりアメリカの野球と日本の野球の違いですよね。<ー>ですからまあね、あえて言うならば北海道にも新しい球場できましたし福、福岡には素晴らしくでかい球場ありますから、えーえー、どっちかっていうと東京ドームよりそっちの方でやってほしかったですね。1次<ー> <laughs> <laughs> ラウンド、準々決勝までですね。えー えー、ちょっと残念だったなという、それとで1次ラウンド、東京大会の時にに、<laughs> えー、あの他のチームが、スケジュールがすごくひどかったんですよね。はい、そういうのは、ナイターが終わるのが11時ぐらいになるんですよね。そ,ねそのあくる日にデーゲームをやったチームなんかが結構あったんですよ。はい、ところが、日本は、それの、そういう組み合わせに当たらないようにできていた。 まあ、できていたというか、そういうふうにしたといいますかね、だからこういうところがで、やっぱりもう少し WBC っていうのがあの、ワールドワイドにその公平性を保つというのがね、うん、やっぱりこれからの課題になると思い,思いますね。それ、ねうんはい、からもっと言いたいのはね、これ、今回の WBC で、アメリカのメジャーリーグ、ええ、めちゃくちゃちゃ,くちゃ儲けてますね。<laughs> あ やっぱりそうなんですか。やっぱり全部の利益でね、七十パーセントぐらい取ってますね。ええ、そんなに。にえー、日本は十五パーセントから十六パーセントなんですよ。で、これもまああの日本の企業のスポンサーを結構集めたからまあもらえた額であってね、ええ、このあたりの差っていうのは大きいんですけれども、メジャーリーグと日本の差っていうのは、まあ大谷選手がね、もうなんかい 今日発表ありましたけれども、なんかあのメジャーリーグナンバーワンの年俸ですか、日本円にして85億円ぐらい、1年で、これもすごいんですけどね、皆さん意外と忘れてるのは、あの野茂英雄選手がアメリカ行った時ありましたよね、1990年代の、あの頃っていうのは、メジャーリーグと日本のプロ野球と、経済の規模ってそれほど変わらなかったんですよ。 全体の規模が年間で1500億円から2000億円の間の、なんていうか、お金が動いていたんですね、プロ野球とメジャーリーグと、どちらも同じだったんですところが今、アメリカはどうなってるかというと、メジャーリーグは年間すごいですね。日本のプロ野球はやっぱりなおかつ1500億円から2000億円ぐらいなんですよ。 全然成長成長してない、拡大してないんですよね。なるほど。で、この差とかっていうのを、やっぱりもう一度考え直すべきでね、だからその、確かに日本の野球は強い、アメリカと WBC やって勝ったと、でもそれを支えている規模っていうのが全然違うんですよね。うん だから、その、なんというか短期決戦でね、まあ言ってみればね、甲子園野球のようにして勝ちましたけどね、やっぱり年間、あのみんなが楽しむ野球、一年間を、そしてたくさんのものが動き、人が動き、お金が動きっていう。 だから産業になっている規模を考えたら、うんええ、まだまだやっぱりメジャーリーグとでも差をつけられすぎましたね。そうですね。このところを考え直してほしいですね。ですから、うん、日本のスポーツ庁なんかもね、ええ、あのスポーツが成長産業であるって言ってるわけなんですよ。ええええところが、どうも産業として成長しにくいのはね、うん、どの辺に原因があるのか、ひょ、うん、っと。 としてなんか、あのあんまりにもマスコミが手出しすぎてるのかなとかね、<ー>それからあの、まだまだ学校教育の体育の要素が残ってるんじゃないかとかね、<ー>例えば今、選抜高校野球やってますでしょ、はい、結構人入りますよね、あれ、NHK 放送権料1円も払ってないんですよね。うーん それはまあ、それは教育だからいいのかなって思いますけれども、ええ、もしお金出したら、全国の高等学校が潤うんですよね。ああ<ー>。だからそういう考えでスポーツを動かすっていう手もあるということですよね。ええ、なるほど。だからそういうことをみんなでこう、うんうん、こうした方がいい、ああした方がいいということをね、やっぱり言った方がいいですね。 うんそういう議論さえないっていうのは、やっぱりしいですね。というよりで、あのうん、今までやってきたことを繰り返してるんですよね。 だから、思考停止というか、だって前からそうだったからっていう感じでね、うん。そうそうそう,そう、ね。それの時に使われる一番の言葉が、伝統ですね。うん、伝統を守る。うん、ですから、伝統を守るということでね、高校野球なんかもペッパーミルやったら怒られちゃうんですよね。ペッパーミルをやったら怒られるんですけれども、うん、戦前からの帝国陸軍の方針は OK なんですよね。うんうんうん これ、このあたりでメッセージがあるんですね。<ー>これと、その商業主義の行き過ぎとかっていうふうにならないようにしなきゃいけないけれども、ええ、お金の動かし方はまた考えたほうがいいでしょうね。うん。それが人材の育成とか発展につながるものになればですね。こ,うううすこれね、ええ、例えば、ワールドカップのサッカーに出た選手、ええ、それを育てたチーム、あー子供の時、はいはいームとか 育てた中学校、ええ、高校、みんな、あのの利益の付金が渡ってますそうですよね。一つずつ、50万円ずつ渡ってますねで。日本はプロ野球と、その大学野球とか高校野球が、みんなバラバラの組織なんですよね。<ー>だからそのあたりも考えて、一、うん、つの組織にして発展させるってことをこれか、これから考えてほしいですよね。はい たまきさん、まあ、ありがとう。えー、えー、英語のシールの話しましょう。<laughs> <laughs> ぜひぜひお願いします。ゲイのお話もスポーツと絡めてお願いします。たまきさん、ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。スポーツ文化評論家、玉木正之さんでした。 RKB 毎日放送アナウンサーの田畑隆介です橋本由紀です RKB ラジオ田畑隆介グローアップでは気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中ですジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治明治大学教授飯田康之さんは経済長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸兼文解説委員長日経 エネネルギーネクスト編集長山根紗友さんスポーツ文化評論家玉木正幸さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好剛平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜曜かからら木曜朝時時半から9時まで放送中です